子と予言の突撃インタビュー、えみことふずこの突撃インタビュー特別バージョン。みなさんこんにち は。というわけでですね、現在ぼっちゃん劇場では1月27日に幕を開けますミュージカル喜びの歌絶賛稽古中です。というわけで今日は、はい、キャストの皆さんにいろいろお話をねお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、今日は私たちでカメラマンとかインタビューとか、はい、挑戦したいなと思います。あの結構突撃感満載になると思うので役者さんたちの素が垣間見れると思います。お楽しみに。ではレッツゴー。はい、いきます。3、2、皆さんこんにちは。自己紹介お願いします。はい、はじめまして、小林亮介と申します。松江豊久役を演じさせていただくんですが、歴史上の本当の人物ということで、しかもすごく、偉大な人格者だったというふうにいろいろと資料を拝見してお伺いしているので、今から、大変緊張しております。精一杯頑張りますので、応援、1年間応援よろしくお願いいたします。イエーイ、姉妹も応援してます。さて次の方。はい、渡辺清美です。ぼっちゃん劇場には4作品目の出演となります。また帰ってまいりました。よろしくお願いいたします。今回はですね、牧野という、軍人さんの役をやるんですけれども、まあ、いろいろ他に多分僕が一番衣装が多いんじゃないかなというぐらい、いろんな役をやらせていただきますので、まあ何回も回数を重ねて見ていただくうちに、あ、ここにも清美がいる、ここにもここにもっていう楽しみ方も一つしていただけたらなと思います。何なんかすごいさ、自分キャラクターに清美みたいな、なんかずるい。いや、凌介さんも凌ちゃんとかなんかね。いや、そうなんですけどね、ここずっとムスッとしてて。そんなことないじゃないですか。本当ですか。僕は知ってますよ。本当に一曲ね、すごいはっちゃけてた。まだダメだ、まだダメだ、まだダメだ。はい、じゃあお二人に頑張っていただいて、はい、今回が最年少、自己紹介どうぞ。はい、佐藤あかりと申します。よろしくお願いします。お願いします。サヌキアの女中の塩子という役をさせていただいております。最年少ですがしっかり皆さん笑わせれるように頑張ります。よろしくお願いします。かわいい。では最後にですね、それぞれ意気込みを一言ずついただきたいと思います。凌介さんから。はい、僕はもう愛媛に来るってことで一大決心をしてですね、もう丸々引っ越してきたので、本当にもう地元の美味しいものを食べて、美味しいお酒を飲んで、地元の方と仲良くなりながらですね、ぼっちゃん劇場を盛り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。もうさっきちょっと意気込みみたいなこと言っちゃったんでね。そうなんだね、ちょっとね。はい、そうなの。はい、この喜びの歌がですね、愛媛にとどまらず、四国にとどまらず、いろんなところに、発祥して、素敵な作品にとして皆さんに認知していただけたらなと、全力で頑張ります。応援のほどよろしくお願いいたします。イエーイ。はい、あかり頑張ります。お楽しみに。素晴らしい。メッセージを3人いっぺんに、せーの。劇場でお待ちしてます。見に来てねみたいな感じでいきましょうか。せーの、劇場でお待ちしております。見に来てね。それでは続いてこちらの3人の方に、ではまず自己紹介からお願いします。どうぞ、どうぞ。レディーファーストですよ。あ、確かに。でははじめまして皆様、清役の野井由子と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、マイスナー役をやります梶正人です。よろしくお願いします。どうも、さすらいの掃除人役の中村元気です。そんな役ない、そんな役ない。本当は郷太郎です。郷太郎ね、お父さん役ですけれども、さあでは、はい、お三方からもこの作品に対する意気込みをいただいていきたいなと思います。はい、そうですね、はい、どうぞ。そうですね、1年間お世話になりますので、愛媛の美味しいものをいっぱい食べて毎日元気に頑張りたいと思います。イエーイ。マイスナー役ということで、実在のクルトマイスナーさんというのを、そうです。え、松山の収容所にもいた人なんだね。あ、そう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 。
で、なんかすごい日本語ペラペラ、ドイツ人だけど日本語ペラペラな人ということで、まあなんか劇中ではどう描かれるのかお楽しみに。その婚約者の役に。え、付き合ってんの？あ、ごめん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 。あ、なるほどね。はいはい。はい、お父さん。あ、お父さん。僕はそうですね、本当に少ししか出番がないんで、それを、ね、生かすように頑張りたいと思います。はい。では最後さんに一緒にファンの方にメッセージお願いします。はい、そうですね、はい、本当に楽しみにご来場くださる皆さんにですね、素敵な舞台を届けられるように一生懸命頑張りますので、ぜひぜひご来場ください。お待ちしております。待ってまーす。ありがとうございます。お帰りの際のメンバーですけれども、改めて自己紹介お願いします。皆様帰ってまいりました。村上幸雄です。まあ、前回の作品ではね、いい加減な親父の役をやってまいりました。今回は期待してください。ガラッと違う役をやります。お楽しみに。そしてただいまと言っていいんでしょうか、5年ぶりの滝田和彦です。寛平です。久しぶりです。今回は五郎ちゃんという役で行っていますので、ぜひとも、見つけてください。舞台上でちょこちょこ動き回っております。結構元気な役なので、まあ、相方がもう一人いるんですけども、後ほど出てくると思いますので、ぜひとも2人のコンビプレイ楽しみにしてください。ではでは、紹介してなかったですね僕ね。改めまして村上幸雄です。パウル俳役をやっております。ようやく巡り会えたこの作品。今までこのために、この舞台に出会うために役者を続けてきたような気がします。なるほど。ちょっとパウル隊っぽくないですか。はい、パウル隊です。カッキーさんも村上さんに負けないぐらいな意気込みを、この作品に対する思いを。わかりました。頑張ります。その一言に。楽しい作品になってますので、ぜひ劇場まで足をお運びください。お待ちしてます。こんにちは。自己紹介を。皆さん、はじめまして、ウロクロ役の長本博史です。よろしくお願いします。初愛媛でございます。はじめまして、よろしくお願いします。さっきの、ブロー役の滝田さんの相方で、ウロクロです。5番目と6番目、ウロクロです。ウロクちゃんって呼んでください。ロクちゃん、ぜひ、劇場に遊びに来てください。ちょっとね、相方が袖で控えてるので、ゴロちゃん、しおちゃん、どうも、先ほども登場しました、ゴロです。しおこです。私の相方、これの相方。まあ、この4人がね、どんな風に活躍するのか、お楽しみに。お待ちしてます。あ、2人一緒に。ちゃんとしてない。はい、では主役のお二方に登場していただきました。では自己紹介お願いします。はい、今回アキコ役を演じます小風成美です。はい、今回ドイツ人不良ミハイル役を務めます福山雅治です。え、こらこらこら、日の宮静です。面白いじゃないか。芝居より面白い。そうですね、はい、ごめんなさい。意気込みをお願いします。はい、それでは私からいきますけど、今回私は、愛媛県四国中央市川之江出身で、約2年前、3年前に宝塚を退団して今回凱旋公演となりました。地元の皆さんに、かつ、県外、四国外の皆さんにより坊ちゃん劇場を広められるよう、そしてキャストの皆さんと協力して、この新しい風を吹かすような喜びの歌を、作品を毎日毎日深めていきたいと思います。さすが岡瀬さん。風そっちだ。はい、ということで皆さん、劇場にぜひ足を運びください。よろしくお願いします。さすが岡瀬さん。自分は釣り姫伝説、で黒
隆が役を務めていただきました。3年ぶりの出演になります、むしろもう愛媛は自分にとっての第二のふるさとと言っても過言じゃない状態です、状態であります、今回ミハイル役というドイツ人役なんですけれど、実は以前に外国人役をやってます。それは誓いのコインという作品でロシア人不良でニコライ役をやっていました。そしてまた外国人なんですけれど、またキャラクターが全然違うんですね。今回は喜怒哀楽、いろんなキャラクターを見せていかなきゃいけないので、自分の内面を磨いて磨いて美味しいお酒ができるように、その粒を輝かして芝居を作っていけたらなと思ってますので、皆さん、他にも粒が際立ったキャラクターがたくさんいますので、何回も見に来てください。キャラクターって、キャラクターね、キャラクター、英語ではキャラクターの、はい、OK です。なんで何度も見ていろんなキャラクターを楽しんでいただけたらなと思います。はい、夫婦漫才ありがとうございました。はい、では皆さんに一言、お客さんにね一言、何かお二人でお願いします。はい、スイアザ・ティエーター、一人で言っちゃいました。見てください。ありがとう。 See you at the theater。 なんで一人で、すごいね、いいコンビだと思います。 See you at the theater。 ありがとう。はい、というわけで今回のね、11、私たち入れたら13名なんですけれども、はい、役者さん紹介させていただきました。なかなかグダグダな感じ。いつもです。よく言えば和気あいあい。はい、楽しかったね。楽しいカンパニーにこれからどん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 もっともっとなっていくかと思いますので、はい、ご期待ください、今月の1月27日が初日で、来年の1月上旬まで公演を予定しております、はい、ありがたいことにですね、あ、買っちゃった。ありがたいことに初日は満席となっております。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。なので皆様ご予約はお早めにお願いします。はい、残り少ないお稽古なんですけれども、初日に向かって頑張ってまいりますので、皆様楽しみに待っていてください。はい、ということで、恵美子とうずこの突撃インタビュー特別バージョンでした。